さあで右バッターの方です、うん、でバッターボックス若月は上川端のファインプレーでセカンドフォースアウトでスリーアウトになっています。2回の表上原この回も0点に抑えています。そういうことも少なくなってくるんですけどね、まあ、若いピッチャーには、ね、よく見られる傾向ですけれども、で右中間への打球になっていますがセンター追いつきました。今がね、はい、ですね、この回先頭の福田の当たりセンターフライになっています。一瞬ねライトのショートへの打球はダブルプレーコースはファーストはどうだ間に合いません。6-4-3セカンドアルカンタラからの一塁送球間に合います。間に合わず今の決まってたらね大ファインプレーですよね二遊間のね、アルカンタラと上川端の二遊間キーストンコンビです。いいところで回ってきています。でこれは初球打っていってレフトへの打球意外と伸びていってエレスナツカレフトフライ。さあセカンドランナーはサードにタッチアップ、うん、もう一伸びといったところ。これで岩本の豆知識飛び出すところだったんですけどね。あ、そうですか。去年もおっしゃっていたところですね。うん、でこれはファウル、うん、よよよ、キャッチャーよく取っています。若月が見事キャッチしています。ということでこの回先頭今川が、キャッチャーフライに終わっています。初球を打ってのキャッチャーフライ。若月がよく、よく取りましたね。強い打球にはなってますが高く上がってサードと風に流されますか。いやいやいやと通っています。これは好プレーですよ。サード胸が難しい体勢から肩越しのボールよく取っていますね。難しいボールですけどこれピッチャー助かるな。太陽の方向もちょっと気になるところですけどね。映像は頭にあると思うんですよ。取って抜けますか。セカンド取って大城一塁送球ナイスプレー。清宮セカンドゴロツーアウトになっています。一人出るだけで違うんですけどね。これ返したタイムリーツーベースはいい打球でした。ショート正面源田この先一塁転送ダブルプレー。安田はダブルプレーに倒れました。スリーアウト。3回のマリーンズ0点です。送りバントになります。キャッチャーの前二塁へ投げる一塁転送ダブルプレー。マリーンズ痛いミスが出てしまいました。ノーアウト一塁があっという間にツーアウトランナーなし。松川打ちによる速い球で行きました。打球は左へ切れていく。荻野追いついた。レフトの荻野が追いついています。ツーアウト。いやよく追いつきました。引っ張ったショートゴロ二塁ランナーは三塁へ進みます。ツーアウトランナー三塁になりました。少々のカットボールだったら引っ張り込んでライトへ、ね、ライトへ福田周平取った。ぶつかったぶつかった。あっと判定はアウトです。そして二塁へタッチアウト。ライトの福田周平大丈夫でしょうか。倒れたままです。ライトの福田周平倒れたままです。難しい打球を取ってそのままフェンスに激突しました。今福田周平が運ばれていきます。スタンドから拍手です。これがダブルプレーになるとツーアウトランナーなしということになります。出てきました。アウトです。アウトです。福田周平素晴らしいプレーでした。サード安田前進ワンアウト。引っ掛けて三塁線フェアです。かなり深いところ遠投になりましたけれどもサード鈴木大地いい送球でした。ワンアウトです。
岡村哲平さん、サードの見せ所で、はい、かなり深いところから長い距離投げましたけれども、ね、今のサードサードよく止めた。一連いい球を振られました。この回はサード鈴木大地の守備が光りました。注目になる球種かもしれません、はい、小向方バントです。三塁へアウト。これはレイ投手素晴らしいフィールディングでした。三塁タッチアウトでワンアウトランナー一塁と変わります。セカンドよく取った。セカンドの野村勇美好プレーです。いやよく取りました、ね、よく取りましたね。今ね火の出るような打球でしたけども、もうスーパープレーですねこれはね。そうですね、バットが折れてセカンド取りました。ここもセカンド野村勇美のいいプレーでした、ね、よく落ち着きましたよね。本当ですね、はい、今難しい打球だったと思います。浅村秀人